超融合発動、俺とユベルの魂を一つにやったんです。さあということで今回はサイレントマジシャンを使っていく、いやまあどちらかといえば時の魔術師、こいつをね最大限に活用していくデッキの方紹介させていただきたいと思います。スキルは絶対運命力、3回までね、コインが必ず表が出るという、必ず正位置を出すという、このね正位置を出すっていうのが本当に時の魔術師と相性がいいんですよ。っていうのは魔術師ってもうあのコイン1枚だけで相手のフィールドを殲滅できるんですよね。あちなみにこれ最近ね本当に流行ってますアルマですが、そうなんですよ、支援じゃなくてアルマですがすごく流行ってます。で、まあ支援が来た場合も結局ねこっち魔法カードとか使えないんで、そういったところが、かなり動きづらい。ただし時マジは別ですよっていう話、効果モンスターなんで効果でぶっ飛ばしていけると。だ残念ながら今逃げられたんやけどまあ早速なら逃げられたんやけど、これねちなみにサイレントマジシャン出していることによって、沈黙サイまで出していることによって、相手もね同じこと思っちゃいます。魔法使えねえじゃんって、そう魔法使えないような状況にできるんですよね。さあということで時の魔術師を残していきたいがゆえ、これガーディアンの力をね時の魔術師につけました。カウンターが1個乗りました。これで相手が、モンスターを引かなければ一応一旦生き残れる。どうだ、オッケーですね、オッケーオッケー、一旦生き残った。これでカウンターを取り除くことによって、得意の魔術師をキープしていきましょう。これで時の魔術キープで、相手のねバック、もう最近ね本当に速攻魔法が多くて、まあ要するにね生物がめちゃくちゃ多いですということで、ナイトショットがね非常に刺さります。これでナイトショットでぶち抜く、犬け、お生物ですね、生物でした。はい、ここで時の魔術師の効果発動、表です、もちろん表で、相手ねバックも潰していきましょう。ツインバレルドラゴン、これ2枚、タム出ろ、表表、あーもうね、コインの絶対確定はなかったんで、まあ、これでダダ殴っていきましょう。ここに、あとはねほんま沈黙サイマジがあれば、そう時マジは魔法使い族なんですよ、魔法使い族なんで、あカポベス、これは素で当てていきましょう。これは素で当てる、素で当てる、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 はい当たった、当然正位置です。さあ、あいいですね、ブレーカー、これでバック壊して殴っておしまいといった形でいけるか、どうだ、ブレーカーのオッケーですね、オッケーオッケーオッケー、勝ち、勝利勝利勝利ということで、要するにこれね相手のバックを完全に壊しつつ、フィールドのモンスターは時の魔術師、そして沈黙サイマジ、そして沈黙サイマジで相手の魔法とかも防ぎつつ、こちらね壊されたら、サイレントマジシャンレベル8まで控えているといったような構築となっております。で、これねこの絶対運命力は5種類のねコイントスを行うカードが必要なので、サンドギャンブラー、これもね一応入れております。一応ねサンドギャンブラーは3枚コイントスをするっていう非常にね、重たいモンスター、もう完全に、時のマジックスの劣化版と言わざるを得ないんだが、そこはコイントスの関係で入れております。だから1枚だけ入れているけど、サンドギャンブラーもね一応魔法使い族なんで全然サイマジまで、対応していけるというような形です。さあそして、今ちょっとチェーンしてましたアルカナフォース14テンパランス、これでね相手の攻撃を防いでいけるっていうのも実にでかい、もう言うなればもうクリボールみたいなもんやから、みたいなもんやから。さあこれでドローを確実に、確実に2枚ドロー、これでかすぎるんだが、さあ時の魔術師壊してくれなかったんで、最近ねほんとサイバーダックめっちゃ多いんで、この壊してくれないパターンも非常に多いです。さあそれではやっていきましょう、表を出していきましょう、時の魔術師のサイレントマジック。さあそして手札が多い中こいつも出していきましょう、沈黙サイマジ、そして、ね、一応ねサンドギャンブラーもこれもセットでいいかな、次、沈黙サイマジ来た時よっていうことでセットしていきます。さあこれで2500からくらい殴っていく、魔法使われたところでも痛くない、おっとミラーを、おう、なるほどね、うん確かにそれには弱い、確かにそれには弱いが、それはねまあしょうがないしょうがない、ナイトショットと、ブレーカーを入れている中でやられたのはもうしょうがない、うん。で、一応ね沈黙サイマジちょっとね火力が低いところを補うために
分断の壁、これをね、僕は採用しております。さあサンドギャンブラーはやられる。これね、時マジ警戒で殴ってきましたね。残念ながらサンドギャンブラーは全然ホットってもよかったんじゃないのか。さあコンセントレート、残念ながらアルカナフォースが入っておりますよ。こういう時のためにね、取っておくべきです。もうこれで仕留められるっていう時に使っていくべきだとね、個人的には思います。さあそれでは時の魔術師のコイントスタイムマジックを見せてやろうか。クチロクチロ機械クチロエネミーコントローラー。あ、ちなみに原作では機械族はね、時マジではクチないっていうような設定でした。ターンエンドです。こちら残りライフ2800、時の魔術師が攻撃表示なのは非常に危ないが、モンスター引いてない。ラッキー、ブレーカー、これは決まったかな。時マジリリースの、沈黙サインマジ出してブレーカー出していくと、これ2体で殴ったらもう決まりはせんけど、かなりね、優位な状況ですね。かなり優位な状況。相手がやはり魔法カードを使えないっていうね、この圧力非常にね、相手からしたらやらしく嫌なもんなんじゃないんでしょうか。1500火力で殴っていく。沈黙サインマジは本当にね、相手の動きを制限する非常に優秀なカードなんで、なぜね、使って楽しいんで、みんなも使ってみてはいかがでしょうか。ということで、この辺りで高評価とグッドボタン、一緒やなチャンネル登録をしてくれたらと思います。後半は必須カードの説明です。引き続きどうぞ。ガッチャヤグタウンです。さあということで、今回の時マジサイマジデッキ時マジサイマジデッキ、まあマジシャンデッキですね。マジシャンデッキはいかがでしたでしょうか。非常にね、時マジが一気に形勢逆転できる上に、なんかね、環境的にもやっぱモンスター効果っていうのがすごい流行ってるんで、非常に合っている、今の環境に合っているデッキだと思います。さあということで、今回のデッキの必須カード3枚ピックアップ、ポンさあポンが出たところで、まず必須カードの1枚目は時の魔術師、こいつです。時の魔術師、城之内くんのカードですね。遊戯から譲り受けた時の魔術師、一旦に一応自分メインフェーズに発動、コイントスを1回行い、表裏を当てる。当たった場合、相手フィールドのモンスターを全て破壊、外れの場合はもう考えなくていいですまあ一応言うとこう、外れの場合は、自分フィールドのモンスターを全て破壊、自分は表側表示で、破壊されたモンスターの攻撃力を合計した数値の半分のダメージを受けるといったカードです。魔法使い族なんで、本当にね、そのまま、沈黙サイマジまでつなげるっていうのがでかいし、なんでね、絶対運命力でコインたったの1枚分でモンスター全破壊っていうのが非常にね、非常に強いです。でさらにね、このコイントス絶対運命力が終わった後のコイントスをやったとしても2分の1で当たるんで、もう本当にそこはね、もうぶっ壊れカードなのかなと。もうこの絶対運命力っていうのがかなりぶっ壊れスキルな上に、時の魔術師がもう組み合わさったら、これはね相当強いです。本当に強い。時の魔術師は非常にね、絶対運命力とは絶対セットになってくるカードだと思います。さあということで、必須カードの2枚目はこちら、沈黙の魔術師サイレントマジシャン。これね、先ほども説明した通り、時の魔術師魔法使い族です。そして、コイントスを行うために入れているサンドギャンブラーも魔法使い族だから、非常に、ね、出しやすいんですよ、このサイレントマジシャンが。このカードはこのカードは通常召喚できない。自分フィールドの魔法使い族モンスター1体をリリースした場合のみ特殊召喚できます。このカードの攻撃力は自分の手札の数 ×500 アップする。2 一旦に一度魔法カードが発動した時に発動、その発動を無効にする。3フィールドのこのカードが戦闘または相手の効果で破壊された場合に発動、手札デッキから沈黙のサイレントマジシャン以外のサイレントマジシャンモンスター1体を召喚条件を無視して特殊召喚するといったことで、まず魔法が防げるっていうのと、火力はね手札にも応じていくんで、手札が多ければ多いほど一気に攻めていけることができる。要するにこのカップオブエースともね非常に相性がいいっていうのと、破壊された後、サイレントマジシャンレベル8、要するに火力ね3500が出てくるんで、ちょっとねもう3500はかなりね今の環境でも上位クラスなんで、このサイレントマジシャンレベル8で攻めていくっていう、そういうね、バツナギもできる非常に優秀なカードです、サイレントマジシャン。これはね
本当にこのデッキとは相性がいいなと、個人的にはすごく思います。さあということで、必須カードの3枚目はカップオブエース。結局これ結局ね、このカップオブエースですっていうのが、もう本当にスキルとも合わせ技になるんだけど、絶対運命力で、あの時の魔術師もコイントス1枚だけなんですよ。1枚だけで絶大なる効果を持つんですが、このカップオブエースも結局1枚だけと、1枚だけで2ドローってもうめちゃくちゃでかいんですよね。うん、今ね本当に手札でアドを取っていくっていうのは非常にね大事なんで、このカップオブエースを確定で当てていけるっていうのは本当にこのスキル、あとこのデッキサイレントマジシャンとも合うっていうところで必須カードかなと思います。さあということで、ヤグタウン毎日19時と20時に1日2本、アップロードの方しております。ぜひね、ツイッターもやっております。コメントも随時受け付けておりますので、気軽にコメントしてもらえたらなと思います。ということで、このデッキ、この動画少しでもいいなと思っていただけた方は、チャンネル登録とグッドボタンどうぞよろしくお願いいたします。さあということで、19時20時両方の動画見ていただけたら相当嬉しいです。それではヤグタウンでした。また明日の動画も見てください。それではまたね。次回城之内シスデュエルスタンバイ。